昭和20年8月6日、一機の B-29 がテニアン島を飛び立った。その機の名はエノラ・ゲイ。そして数時間後、閃光とともに広島の町は一瞬にして恐るべき新兵器原子爆弾の犠牲となった。そしてその9日後、太平洋戦争は終結した。ところがこの原爆投下の運命を変えたかもしれない潜水艦が存在していたのだ。それは旧日本軍が世界に誇る大型潜水艦 E58 号。これは昭和21年、長崎の佐世保でアメリカ軍によって接収される旧日本海軍の戦艦を捉えた映像である。朽ち果てた数多くの戦艦の中に、我々は広島原爆の運命を変えたかもしれないあの潜水艦の姿を発見した。映像に映し出された E58 の文字、これこそ戦時中日本が世界に誇った潜水艦 E58 号なのだ。映像からアメリカ軍がこの潜水艦を入念に調査していることがわかる。彼らにとってもこの E58 号は重要な意味を持つ潜水艦だったのだ。旧日本海軍の潜水艦には E 号、6号、8号があり、排水量が1000トン以上の大型潜水艦を E 号と名付けたのである。中でも E58 号最大の特徴は人間魚雷回転を搭載していたことである。回転とは、先端に爆薬を搭載した魚雷に人間が乗り込み操縦しながら敵艦に体当たりするという、まさに特攻兵器であった。 E58 号は昭和20年7月18日呉から南方に出撃。そして7月30日フィリピン沖海域でアメリカの重巡洋艦インディアナポリスを撃沈する。実はこのインディアナポリスはある重要な任務を帯びていたのである。この船こそ広島に投下された原爆をアメリカ本土からテニアン島まで運んだ船であったのだ。しかしインディアナポリスは撃沈される4日前に原爆を運び終えていた。つまりあと4日撃沈が早ければ広島への原爆の歴史が変わっていたかもしれないのである。この映像は歴史の大きな流れの中にいた E58 号の数奇な運命を物語っているのだ。そして我々は調べを進めていく中で E58 号の関係者が今もいるという情報を得ることができた。1300年の歴史を誇る京都梅の宮大社、 E58 号の関係者とはここの名誉宮司をなさっている橋本持津さん90歳の方である。実は橋本さんは E58 号の完成から終戦までその艦長を務めていた人物であった。橋本さんはインディアナポリスを撃沈した時の思いを我々に語ってくれた。もうすぐ早ければね、広島へ落とす前にっていうのは、しかし手には投げとるからね、原爆をみんなあそこで上げてしまったなら、これは上げてから出た船をやったんやから。終戦後 E58 号は GHQ に接収され、昭和21年4月1日長崎県五島列島沖で爆破処分されるのである。そこで我々はその貴重な映像を橋本さんに見てもらうことにした。最後に動きがいっぱい出そう。どうですか。沖合まで運ばれた E58 号、これ沈める前ですか。 E58 号最後の瞬間が迫っていく。E58 号最後の時、半世紀以上という歳月を経て自分の潜水艦の最後の姿を目にした橋本さん。
映像という記録は時を超え、今も私たちに真実を伝えてくれる。